もうすぐハロウィンだね。今日はハロウィンのお話。ハロウィンは古代ケルト人がしていたお祭りが始まり、古代ケルト人が住んでいたのは今のスコットランドやアイルランドあたり。当時のケルト人にとって新年は11月1日で、10月31日が1年の終わり、大晦日だったんだ。彼らは大晦日10月31日に今年採れた作物をお祝いしたり、悪霊払いの儀式をしていたんだ。ケルト人はこの日には死者の世界と今の世界の境界がなくなると考えていた。今の日本のお盆みたいに死んだ人の魂が家族に会いに来る日だって。でも同時に悪霊もまたこの世界にやってきちゃうと考えていた。悪霊は子供をさらったり、家畜や作物を荒らす存在。そこで彼らは考えた。仮面をかぶったり魔物の格好をして悪霊を追い払おう。魔除けの焚き火をして悪霊を追い払おう。彼らの信じていた神様はキリストじゃなかったんだけど、後にキリスト教に取り入れられて今の形になったんだ。子供が魔女やお化けの格好をして近くの家に訪れてお菓子をもらったり、かぼちゃの中身をくり抜いてランタンを作ったり、ハロウィンパーティーを開いたりしてね。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。